前橋テルサは、群馬県前橋市千代田町にある多目的施設。旧名称は、前橋勤労者総合福祉センター。1992年開館。設置主体は、雇用、能力開発機構と群馬県、そして前橋市である。目的は、勤労者、市民の生活の充実と勤労意欲の向上で、事業費は62億円。当初は、 首都機構との共同所有であったが、2004年に市が買収した。運営は一般財団法人前橋市町づくり公社が担当。市は施設維持費用として、毎年1億5000万円ほど負担している。2017年現在、市は施設運用の効率化や、費用負担の軽減を目的に、民間企業への売却を視野に検討を進めている。前橋テルサが建設された場所には、 かつて全3百貨店が存在した。1964年、群馬県発の百貨店として開業。地上6階、地下1階建ての建物は、開店当時群馬県一の高さを誇っていたが、他店との競合などで業績が悪化し、1985年に閉店。建物は取り壊された。建物は鉄骨鉄筋コンクリート構造及び鉄骨構造の地上12階。 地下1階、東屋1階建て。建物高さ64.2メートル、敷地面積2266平方メートル、建設面積1504平方メートル、延べ床面積は14522平方メートルである。落ち着いたレンガ色の外壁にガストをイメージした街灯を建物周辺に配置。大正ロマンの趣を醸し出す前橋テルサの建物は、 近代的なビルが立ち並ぶ前橋市中心市街地に際立つ存在となっている。ありがとうございます。